はい、皆さんこんにちは、アンジです。いつも動画見ていただき本当にありがとうございます。はい、今回はですね、首肩周りのですね、血流を良くするセルフケアですね、お届けしたいと思います。はい、まあですね、僕最近ですね、血流を意識したセルフケアということでやっているんですけども、まあこのね、首と肩周りの血流を良くするっていうことはですね、今最近は寒いから こうなりますよね。肩がぐっと寒いってなるじゃないですか。寒寒ってなるでしょ。でこの時に何が起きてるかというと、肩を上に上げることでここの首の筋肉がギューッと収縮して肩こりになりやすいんですね。で肩こりになることによって、このままぐーっと意識したまま普段の生活してるとですね、まあ、こんな感じでパソコンしてる人も中にいてるみたいなんですよね。ちょっと大げさですけども、でこういう形でね、肩に力が入りやすくなっちゃってるんですよね。でここの肩の筋肉をですね、無意識の状態で硬くなってるんで、それをですね、整えていく、強制的に自分で整えていくっていう簡単な方法があるんですよ。それをですね、お伝えしたいなと思いました。でこれをですね、寝る前と、朝とお昼ですね、この3回やっていただけたらですね、確実に肩周り、首の周りのね、血流が良くなっていきますんで、これもですね、血液の循環が良くなることによって仕事の効率だったり集中力ですね、脳の活性化にもつながっていきますんで、ぜひですね、やってみてほしいと思います。まあ、この動画はですね、40代50代の方が、健康であったり美容であったりなりたい自分になっていただけるための動画配信としております。ぜひ最後までですね、見てください。はい、もうひたってシンプルで簡単なんで、すぐにできますんで、はい、でですね、僕はですね、一応この整体ラーズの散髪スプレー、これも使っていきたいと思います。光って見えないですね。はい、これね、はい、これはですね、血液の循環を上げていくための、まあ、サポートするようなものなんですね。皮膚から炭酸が染み込んで毛細血管を拡張していくんですけども、この首肩周りはですね、肩にかけます。肩とこの頸動脈肩ですね、以前にも言いましたけど、動脈あたりには、ね、毛細血管が非常に多いので、効果が出やすいです。でこのですね、頸動脈、肩の付け根にかけていただいてですね、このまま手をですね、左手は右肩、右手は左肩に持ちます。でこのままですね、こう揺らすような感じですね、首を動かしながらですね、付け根を押さえながら首肩を動かすということなんですけど、この手でですね、ちょっと軽く圧をかけることによって圧迫されてですね、動かすことで血液が流れやすくなるんですね。でこんな感じで20回やっていきましょうか。ではいきます。よーいスタート。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20。はい、 OK です。はい、まあ、これがですね、一つですね、この首肩周りの血流を良くする方法なんですけども、ここをですね、押さえながら動かす、この体全体を動かすっていうのがポイントです。ここだけだったらですね、肩周りのですね、血流しか良くならないんですけど、この全体、この腰から上ですよね、首にかけてですね、この血液を動かす、こう揺らして動かすような感じですね。揺らすことによって血液の循環を促しているという方法なんですね。で毛細血管を拡張させてますから、血液が流れやすくなります。で今までの効果が出にくかった方もですね、このスプレーを使うことによって効果が出やすくなりますので、一度ね、試してみてほしいなと思います。でこれをですね、まあ、20回ですね、朝起きてやって、でお昼仕事休憩の時にやって、で夜寝る前にやっていただくとですね、肩の筋肉がほぐれて血液の循環が良くなっていきます。でこれをすることによって血液がですね、脳にも行きやすくなってきますので、本当に集中力であったりとかですね、自律神経の乱れも回復していきますので、ぜひ一度ですね、試してみてほしいと思います。はい。でですね、今自律神経というお話をしたんで、もう一つだけちょっとお伝えしたいなと思います。これはですね、この顔の鼻ですね、鼻のこの鼻骨を触りながら、ちょっと呼吸する方法なんですけども、これもですね、ヨガの方法でもあるんですけども、鼻呼吸をしていくということなんですね。でここも血液の循環を良くしていくために、この頸動脈からこう顎先に行って、こう口角に上がって、こういう感じでいくっていうのを最近の動画でお伝えしたと思うんですけども、これもですね、鼻に、鼻からこうかけるような感じですね。まあ、ビチャッとかけてください。でこれも口に入っても全然ね、無害なんで問題ないんですけども、この時にですね、血行良くなってるんですね。で血行良くなってる時に、この指3本でですね、こう鼻をかむような感じ、こうチーンってするポーズで鼻でぐーっと吸います。吸って次吐く時にですね、右の手をですね、ぐーっと押さえます。こっちに傾けます。で吐いていきます。でよろしいでしょうか。はい、戻して。で吸います。
吐くとき、次吐くときに左の方を押さえながら、はい、OK です。はい、戻して、はい、吸います。はい、右、はい、戻します。はい、吸って、はい、次左、はい、これをですね5回やってください。これやることで鼻の呼吸をすることで、この緊張感がほぐれてきてですね、リラックス効果にもなります。これはですね、まあ、朝晩とかですねやっていただいても結構ですし、もちろんお昼にもね休憩時間にもやってもらって全然問題ないんで、あのお仕事でストレス溜まってる時とかはですね、こういうポーズですね、吸って、で右側押さえて右にこう向けるような感じで、左の鼻の穴から吐くような感じって感じですね。で戻して、でもう一回吸って、次左の鼻を押さえて右で吐くような感じって感じなんですね。苦しかったらですね、ちょっともうすぐ戻しても結構なんで、これを繰り返し繰り返し鼻の呼吸を意識することによってリラックス効果が生まれますので、ぜひ一度ですね試してみてください。はい、まあ、これで終わっていきたいと思うんですけども、この動画が良かったなと思ったらですね、いいねのボタンをぜひよろしくお願いします。またチャンネル登録もですね、ぜひよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。